はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、レクミーチャンネル。今日ついにやってまいりました、日本最大級のですね、YouTube 豪雪で始まらせていただいたレクミーライブですけども、5月皆さんご視聴ありがとうございました、7月今日が初めてだよっていう方も多いかと思いますけども、元気いっぱいですね、就活はおもろいなというふうにですね、思っていただけるように、今日は JR 東海のですね、あ、東海じゃない、ごめんなさい、東日本俺が一番緊張してるんですよ、ありますね、東日本のですね、横見さん、山崎さんにご来社いただきました。お二人ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、今日の流れですね、今日全部で35分、これがですね繰り返し、16時ぐらいまで続いていくという段取りになっております。で、その35分の中はですね、前半と後半に分かれておりまして、すぐにあのお二方に僕バトンをお渡ししようと思ってますけれども、会社の説明を、10分15分ぐらいでクイックにしていただいた後、皆さんあのコメントね、遠慮なくどんどんください。さっきもね、100個ぐらい質問先輩に対していただいておりまして、何聞いていただいても構いません、あの匿名だし、本当に聞きたいこと聞いてください。あの周りのみんなが嫌な気持ちになることだけはあのちょっと控えてもらえればと思いますけど、基本的には一番突っ込んでるやつから順番に、はい、僕はですねピックアップしていきたいと思いますので、ありったての、JR 東日本さんのですね個性を、3人で協力してお届けしていければというふうに思っております。それでは早速バトンをお渡ししたいと思います。自己紹介と合わせて会社紹介よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私、JR 東日本人材戦略部の横木陽一郎と申します。はい、私はですね、JR 東日本事業創造本部の山崎真美と申します。よろしくお願いいたします。はい、本日2人ですね、会社の事業の内容、また仕事の紹介をさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、JR 東日本の事業内容ということで、主に3点ご紹介をさせていただきます。JR 東日本と申しますと、やはり鉄道のイメージがあのはっきりとしているかというふうに思います。例えば首都圏でいうと山手線ですとか東海道線、中央線という首都圏の JR とつく在来線は実は JR 東日本で担当しております。で、その他東北、上越、秋田、山形といった6方向に伸びる新幹線を運営しているのが JR 東日本の特徴です。1987年の国鉄民営化の際に6つのエリアに日本が JR をエリアとして分けましたけれども、その中で東日本エリアを管轄しているのが JR 東日本の強みでございます。で、鉄道以外にもですね、生活サービスと IT 追加サービスという、2つの事業がございます。で、生活サービスにつきましては、まあ、こちらが画像でいうとバスタ新宿というところなんですけれども、例えば昨年オープンした渋谷スクランブルスクエアでしたり、JR 横浜タワーも先日開業したところです。駅の魅力を作りをして、暮らし作り、街づくりを進めるというのが生活サービス事業の特徴となっています。で、最後に IT 追加サービスです。2001年に JR 東日本が交通系 IC カードとして初めて鉄道に IC カードを導入しました。今はキャッシュレス決済の、まあ、一般的な基盤として、例えば携帯電話だったり小売店で使えるようになっているのが当たり前になっています。この事業をもっともっと伸ばしていくというのが JR 東日本の事業です。で、次に、事業規模と事業エリアについてご説明をさせていただきます。社員数は 51,560 人、営業収益は、年間約3兆円という規模になっています。事業のエリアについては、南は、静岡県の伊東駅から、北は青森地方まで1都16県にわたって事業を行っているのが特徴でございます。で、東日本エリアの中をですね、12個の支社に分けて事業を運営しているのが特徴です。こちらが仕事内容を示した図になります。 JR 東日本の仕事といいますと、皆様の目に触れる例えば緑の窓口、また電車に乗っている乗務員、まあ、そういったところがイメージにつきやすいかなというふうに思います。ですが、そういった社員だけではなくてですね、例えば車両、またシステム、エネルギー、通信網、線路や土木、構造物といったところでメンテナンスをしている社員、また国際事業に携わっている社員、そして IT を作っている社員、先ほど申しました生活サービスの事業など、多くのジャンルの社員が力を結集して一つの鉄道会社を運営しているというのが特徴になります。ですので、今日押さえておいていただきたいのは、 JR 東日本の事業というのは鉄道の仕事だけではなくて、実にさまざまな事業、さまざまな職種によって、社員によって支えられている、お客様によって支えられています。ですので、 JR 東日本の働く場としても、必ずどこかのフィールドにあなたのやりたいことがあるんではないかなというふうに考えています。
続いて JR 東日本の将来性というところで3点取り上げさせていただきます。日本一のお客様数というところでは1日約1780万人のお客様に鉄道をご利用いただいております。また東京圏鉄道ネットワークと5方向に伸びる新幹線ネットワークというところで先ほどご紹介した通りなんですけれども、本当に多くのお客様、地域のお客様にご利用いただいておりまして、日々の日常を支えているというのが当社の強みであり、ビジョンを出していくところだというふうに思っています。でビジョンという話をしましたが、弊社グループの経営ビジョンとして変革2027というものを発表させていただいています。すでにコロナの状況においてこの経営環境の変化というのは早まっていますけれども、例えば人口減少、例えばサービスの多様化、これは例えばテレワークといったところも含まれるかもしれません。でこれまでは鉄道を磨くということを国鉄から民営化された30年間やっていましたけれども、これからはもっともっと人を起点として、暮らしを起点として価値やサービスの創造ができる企業になっていこうというところが JR 東日本グループのビジョンになっています。で我々経営ビジョンの中で3つの言葉を用意してまして、都市を快適に、地方を豊かに、世界を舞台にという3つを挙げています。例えば都市を快適にという観点でいうと、先日オープンした高輪ゲート駅もそうですし、あとは列車のドライバーレスって自動運転というところにも積極的に取り組んでいます。また地方を豊かにというところでは、非常に楽しい、乗ること自体が目的になっていただけるような電車を開発したりですとか、世界を舞台にというポイントでは、例えば台湾にアトレを作ったり、インドの高速鉄道の開業支援をしていたりと、そういう国を挙げたプロジェクトにも積極的に参画しているのが JR 東日本グループの特徴です。で、こういった経営ビジョンを掲げているんですけれども、現在ポストコロナのところで、将来2027年までに来るであろう社会というのが急速に到来したというふうに考えています。でこれらの新しい価値とかサービス創造に向けた取り組みというのは、例えばデジタルトランスフォーメーション DX であったり、そういったところの取り組みを含めてこれまで以上にスピードアップしていくというのが JR 東日本のビジョンです。JR 東日本というとですね、今ダイバーシティマネジメントというものを推進をしています。弊社グループなんですけれども、働く人もの、男女もよりますし、経験とか議論もですね、背景さまざまなものを持った価値観が違う社員がですね、所属しています。この価値観の違いを有した社員がいることが、JR 東日本の強みかなというふうに思っております。それからですね、JR 東日本男性ばっかりの会社じゃないのなんていうふうに思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そんなことはなくてですね、女性 の採用率 もう年々増えておりまして、2019年は33% 女性の採用となっております。それから定着率もですね、年々増してまして、2019年は 88% というふうになっています。今約5万人の社員のうち8000人が女性というふうになっております。で男性もですね、育児休暇を取れるようなこともできておりまして、今2割ほどの男性社員がですね、育児休暇を取ってくれているという形になっております。はい、ここまで見ていただいてですね、JR 東日本の情報をもっと知りたいなと思っていただけましたら、ぜひですね、今映ってるマイページの登録、それからですね、JR 東日本のコンセプトムービーなんていうものも作っておりますので、ぜひぜひ見ていただければなというふうに思います。登録もよろしくお願いいたします。それからお気軽な LINE もございますので、LINE のお友達にもぜひなっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。僕も山崎さんの大ファンです。ちょっと電車の中アナウンスみたいな、今のなんちゃらのっていう。はい、もう大ファンになりました。改めてお二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵な説明ありがとうございました。学生の皆さんもですね、バンバン質問いただきたいと思います。もういっぱい質問もらっててありがとう。遠慮なくどんどん投げてくださいね。僕はどんどん引っ張っていきたいと思います。いくつかじゃあ僕の方から聞かせてください。改めて二方ご説明ありがとうございました。ここから質問いきたいと思うんですけど、それこそ、もう使ってない人というか、御社を知らない人っていうのはいらっしゃらないと思うんですね。で、いえいえ、こちらこそです。で、この3兆円ってえげつない金額じゃないですか。で、一方でサービスとしては輸送サービス、暮らしや街づくりをする生活サービス、あとはもう使ってる、みんな使ってるスイカというような IT のサービスがあると。これざくっと3兆円を内訳すると、どんな内訳になってるんです
はい、ありがとうございます。簡単に申しますと鉄道が約7割、うん、でそれ以外が約3割というふうに考えていただければいいかなというふうに思います。今売りで聞いたんですけど、利回りってそれぞれまた別だと思うんですね、うん、収益が出てる出てない、例えば鉄道ってすごくやっぱりこうインフラ含めて、投資がかかるようなイメージがあったりします。利益ベースもし公開、まあ、多分されてるとは思うんですけど、ざくっとどんな感じですか。そうですね、なかなかちょっと申し上げることは難しいんですけれども、はい、まあ、簡単に言うと、まあ、固定費が一番かかるのはやはり鉄道ですね、うんうん、で、ちょっとすいません、具体的な決算が実は今年まだしっかりとしたものは出せてないので、はい、ちょっと申し上げられなくても大丈夫ですけれども、はい、まあ、やはり固定費が一番かかるのが鉄道で、まあ、それ以外のところはやっぱりスリムな構造になっているというところですね。了解しました、ありがとうございます、はい、まさにその先ほどご説明の中でもいただいたんですけども、もう1億2000万人のうち約2000万人5、6人に1人は毎日御社のサービスを使っているというのは本当に驚異的なことだなと思っていて、で今乗車の人数だけおっしゃっていただきましたけど、スイカの決済とか入れたら多分もっとすごい、ことだと思います。でこれってなんかさらっとお二人にとっては普通の日常として、やってらっしゃることだと思うんですけど、えげつないことだと思っておりまして、これができてる理由っていうのはですね、皆々様的にはどんなふうに感じて考えてらっしゃったりされるんですか。そうですね、はい、佐々木さんどうですか。そうですね、できてる理由ですか。すごいじゃないですか、突然できたベンチャーが3000万人とか2000万人の人を輸送するなんてことは絶対できないし、なんかこうなぜできてるのかというか、なしは御社の強みみたいな言い方で聞いてもいいのかわかんないですけど。そうですね、やっぱりまずお客様に乗ってもらうには、うん、そこにはその、なんか間違いなく必ず、安全に運んでくれるっていう安心感がないと多分乗らないと思うんですよね。確かにな、駅行っても電車来てるかどうか分かれへんと思ったら駅行かないですもんね。そうですね、はいはいはい、でそれから確実にこう安全だっていうのが重要だと思っていて、うん、まあうん、例えばよく脱線してしまうであるとか、怖い怖い、そうですね、うんうん、でなのでそこも、当社の、ね、高い技術で安心とか安全を、うん、まあ、あまり人には触れないところだと思うんですけど、うん、守っているというのが根幹にあって、その信頼感からお客様から利用してもらえるというのがあると思います。ありがとうございます。なんかさっきのスライドでも新しい当たり前作りたいと、まさに僕たち今東京でこう取材をさせていただいてますけども、首都圏に住んでいて御社のサービスが安心で安全であるということは空気のごとくは当たり前なんで普通に享受させていただいてるじゃないですか。でもこれ外国行ったりとか違う地域に行くと決してそんなことはなくて、それが実現できている理由中。そうですね、鉄道って、うん、実は今までの民営化された30年も、うん、技術革新とかイノベーションの連続だったんですね、僕らが気づかないことで、はい、例えば私たちが子供になった時にもしかすると駅員さんが切符でした、はいはいはい、カン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 ってやって、そうですね、はい、でそういうものは自動改札機になりスイカに変わりというような技術革新が起きてきました。で例えば乗っていただく車両についても同じことが言えると思います。確かに今新しいものに変わっていて、鉄道って一見非常に安定的なものに見えるんですけれども、うん、安定安全を守るためにはやはりイノベーションの繰り返しがあった。確かに、ではじゃあ今後鉄道をしっかり地域の足として守っていくためには同じように技術革新とかイノベーションを起こせる社員、皆さんに来てもらいたいという思いが会社全体で持っています。確かに、ありがとうございます。これね、こう5万人社員さんいらっしゃるじゃないですか。この方々に今おっしゃっていただいたその当たり前の安心安全を日々挑戦しながら改善していこうってめちゃくちゃ尊いと思うんですけど、そうですね、ぶっちゃけしんどいじゃないですか。その740キロも走ってるし、でもだからつって一個意思置いてあるとか、なんかどっか線が1ミリでもずれてたらあかんわけですよ。これをこう5万人のみんなが理解したり共感したり仕事にするときにこう伝えるってめちゃくちゃ大変なことやと思うんですけど、どないして伝えてたりとか理解してもらってたり頑張ってもらってたりするんですか。そうですね、まず改善活動っていう観点でいうと、うん、マイプロジェクトという社員一人一人が取り組む活動がありまして、例えばですね、本当に小さなマニュアルを作ることから始まるとは思うんですけれども、うん、一人一人の社員の発意というものがマイプロジェクトという改善活動を通じて発揮できるようになる。5万人みんながこれ改善せなあかんしたいっていうのを言える、ね、はい、一人一人の職場の単位でそういった取り組みをできますので、はい、もし学生の皆様が新入社員として入ってきても、うん、そういった工夫はできるような場があるというところになります、うん、は
ちなみにそれ年間どれぐらい上がってくるんですか？ですね、すごい数だと思うんですけど、ね、当然社員の数を超えるような改善件数が小さなものから上がってきているっていう、はい、どこどこの駅のお手洗いをもっとこういう風にしたいとか、そうですね、いやなんかふと渋谷駅行くとめっちゃ綺麗になってるやんとかあるじゃないですか。はい、はいはいはい、そうですね、あの現場の例えばあの駅社員とか乗務員はお客様から直接ご意見をいただける立場ですので、気づきやすい、はい、その気づきをあのどん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 改善にしていったりとか、うん、あの上進をしていってもらって、うん、日々のサービス改善につながっています。確かに、ありがとうございます。ですね、あのいくつか聞きたいんですけど、こう差はありながら民営化30年前にしたというふうにしたときに、極論、まあ、御社も当然営利団体でいらっしゃるんで、収益だけ考えたらもう都心のもうめちゃくちゃ泥箱路線といったら言い方悪いかもしれませんけど、出したら絶対儲かると。ないしは日本の都会来てめちゃくちゃ思うのは、安いじゃないですか、こんなに電車乗せてもらってこんな安くていいのという、 こうユニバーサルサービスとしてのプライシングをされていると思うんです。一方でこう地方に行くと、さっきの中継の話でもありましたけど、そのなんていうのかな、こう人が減っていくとかで収益化ってどんどん難易度上がっていくと思うんです。そのバランスってどう考えてるんですか？そうですね、あの社長も常にあの申し上げているんですけれども、うん、やはりあの採算が取れるところだけを開発すればいいという使命ではないというのが JR 東日本の特徴なのかなというふうに思ってます。例えばあの最近ですと秋田の駅前を少しきれいに整備させていただいたんですけれども、おっしゃる通りその都市の収益が上がるところだけを開発していけばそういう投資ってできないと思うんです、うんうん、でも皆様もあのお近くの駅がきれいになるとすごく嬉しいですよね。嬉しい、テンション上がります、はい、でやはり東日本エリアの全体トータルで大きな規模でその投資ができるというところは、まあ、首都圏と地方両方を持っている、うん、あの JR 東日本の強みなんじゃないかなというふうに思っています、うん、ありがとうございます。この大事だっていうのは分かると思うんですけど、経営判断にせよそれぞれの部門判断ないしは事業判断、その判断の積み重ねで今おっしゃっていただいたような世界がこう実現されているんだと思います、はい、判断軸って何なんですか？そうですね、うん、あのこれは、まあ、あの経営幹部がいつも申し上げていることなんですけれども、うん、あの先ほど申し上げた3点のところで、うん、やはりあの地方豊かにという言葉が一つキーワードとしてあったと思います、うん、で直接は例えば都市対抗化というところはもしかしたら厳しい数字になったかもしれないんですけれども、うん、じゃあ地方に雇用が生まれるのかとか、うん、あ確かに、はい、そういったじゃあ雇用が生まれれば当然都市間の移動も、うん、あの JR の新幹線に乗っていただけるよねとか、うんそういった判断軸、広い判断軸で投資をしているというのは聞いています。確かに、じゃあ短期的に今期がうんぬんかんぬんとかじゃなくて、そうですね、その中長期で、いや、はい、中期経営計画って皆さん出されるじゃないですか、はい、3年とか5年のものって結構よく言うんですけど、うん、2027年って結構長いな、いやまさにそのさっきおっしゃられた地方を含めて地方が最終的に衰退しちゃったら結果的にうちも損するじゃん。そうですね、はい、そのすごくロングスパンでものを考えていらっしゃるっていうのが一つ特徴かもわからないですね。ありがとうございます。確かにありがとうございます。